トヨタ自動車今井修斗です。今井選手、はい、座右の銘は楽しむ。楽しむですね。楽しんでますか？はい、楽しませていただいてます。どうですか？いや、まあでもその先輩とかがやりやすい雰囲気を作ってくださってるので、はい、だいぶ、そうですね、いい意味で緊張が持ちつつも、はい、そういう楽しむというか、こういい雰囲気で野球はできていると思います。早稲田大学の先輩でね、はい、面白いコーチもいますしね。はい、そうですね。小山田さん盛り上げてくださるのでやりやすいです。どうですか、大学時代 の社会人野球のイメージっていうのはどんなふうに思ってましたか？まあ、そうですね、やっぱり都市対抗とか負け終わりの世界なので、はい、まあ、大人版の甲子園っていうのは結構思ってて、うんうんうん、まあ、だからそれこそ一つ一つのプレー その重要さっていうのは、ちょっと大学野球 その勝ち点制っていうのと比べると重くなるので、はい、そう一球一球のプレーっていうのの重さっていうのは違うなって思いました。見たことはあります？ありますね。都市対抗とか見に行きました。なんか印象残ってる試合とかあります？まあ、そうですね、去年負けたトヨタが負けた試合見に行ったんですけど、はい、やっぱりこうなんていうんですか、ピッチャーとかの球の速さであったりとかコントロールだったりっていうのはすごい大学と比べてやっぱ一つレベルが高いなと思ったので、まあ、そこの守備力というか投手力っていうのの高さはすごい感じました。はい、いろいろ今井選手 のいろんなこと聞いていきたいんですけど、はい、趣味は何でしょうか？趣味ですか、はい、結構時間あるときは自分はトレーニング結構好きでやってます。昔から好きなんですか？そうですね、トレーニングはまあ大学のときから、はい、そうですね、始めて、それで結構野球のパフォーマンスというか、まあ、バッティング好きなんでそっちの効果すごい感じたので、まあ、その一石二鳥というかトレーニング、はい、楽しみながらやってます。トレーニングっていろいろあるじゃないですか、はい、どんな、まあ、自分だったらスクワットとか、うん、全身を使ったトレーニングとかがやっぱり好きで、まあ、結構スクワットはメインで週に2回とかはやったりするんで。そうなんですか、はい、お休みの日とかでも何してるんですか？はい、お休みの日とか。休みの日ですか、まあ、結構自分は何ていうんですかね、グダグダすることが多いですね。寝たりとか、はい、まあ、あとはなんかヨガに結構大学の4年生ぐらいから始まってて、でそれをまあ時間あるときはやったりって感じですね。ヨガ、はい、まあ、そんながっつりって感じじゃないですけども、はいはいはい、普通になんかどちらかというと体 その可動域とかっていうよりはメンタルとかの落ち着かせるというか、リラクゼーションの一環としてヨガを取り組んだりしています。それもでもつながりますもんね。そうですね、自分をそうですね、落ち着かせる方法の一環としてそれでヨガを行うことで呼吸法であったりとか、そういうのは結構実践的だなって思います。はい、同期の中はどうですか？まあ、みんなそうですね、和気あいあいとやってるなって感じで、誰みんななんていうんですかね、こう仲いい感じなんで、はい、投手野手で分け隔たりなくというか、まあ、そこに差はあんまり感じないんで、すごいいい雰囲気だなと思ってます。なるほど、学生時代からもちろん、ね、はい、知ってると思うんですけど、はい、学生時代の仲はどうだったんですか？いや、自分はその誰とも接点なくて。あ、そうだったんですか？はい、そうですね、まあ、そうです、6大学は自分含めて4人いますけど、はい、別にそこで接点があったかって言われると、まあ、もうなかった感じなんで、もう この社会人入ってからって感じなので。あ、それちょっと意外でした、はい、やっぱね、毎回対戦するから、はい、まあ、そうですね、まあ、福井とかはやっぱりキャッチャー知ってましたけど、はい、そこでなんか話したことあるかって言われると、まあ、そうでもなかったなって感じですね。最後に意気込みお願いします。そうですね、自分の持ち味はまあバッティングだと思うので、その打撃でチームの勝ちに貢献できるようこの1年間頑張っていこうと思います。